浩二さんですね。お式の予算は？予算はこのくらいで盛大にやろうと思ってます。結構いいプランになりますけど、若いのに大丈夫なんですか？結婚式のために2人で貯金してたんです。予算ちょっとオーバーでもいい式にしたくて。くっ、あーやってらんない。なんで私が他人の結婚式の手伝いなんか。私は久め、就活で落ちまくってやっと決まった結婚式場で働いている。大して給料も良くないし、何よりムカつくのは他人の結婚式のためにこき使われること。なんでこの私がバカなカップルのために。合コンも全然行けてない。なんで結婚式って土日にやるのよ。今日来たカップルの女も浮かれちゃって見てらんなかったわ。あんなアホみたいな女でもハイスペイケメンと結婚できるとか世の中間違ってる。予算ちょっとオーバーでもいい式にしたくて。あいつの顔思い出したらイライラしてきた。あいつの結婚式なんか台無しになればいいのよ。次の打ち合わせ、あんな顔してなかったんですけどね。お二人のご希望に近い式の動画を用意しました。こちらのお式なんか参考にいかがでしょうか。おめでとう。私たちの思う盛大と違います。おい、これこの式場じゃないですよね。はあ、じゃあこちらなんてどうでしょうか。精神を統一せよ。筋肉に感謝せよ。いや、ここまで過激さは求めてないです。これはそもそも結婚式ですか。お二人の希望をもとにお探ししたんですけどね。結婚式なんですか。もう少し別のプラン考えていただけますか。今下落ちました。ならドレス決めましょうか。ソラさんのイメージ的にこちらいかがですか。どんなイメージよ。個性的でしょ。他のがいいです。じゃあこちら。いや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 、おかしいおかしい。セレブ着用のモッチョのドレスですよ。普通のがいいです。はあ、具体的にどういうのが普通なんです。こういうのでいいです。結構地味なのが好きなんですね。何この人。試着中。どうですかね。はあ、いやすみません、ちょっとドレスに負けちゃってる感が。どういう意味ですか。お気に触ったならごめんなさいね。謝罪が1ミリも感じられないんですけど。もういいです。コーチの衣装と合わせたいです。はいはい、少々お待ちください。水っぽんご。お待たせしました。遅いですけど。あなたの喋り方が帰ってくるのか。コーチさんのお衣装バッチリでしたよ。お前が見てきただけかい。体格もいいですね。触ったけどムキムキじゃないですか。いいよそんな報告。触るな。プンスコプンスコ。ククプンスコしてる。いい君、あんたが幸せになるなんて100万年早いわ。その晩ひどい目にあったよ。そんな人だったの。やたらベタベタしてくると思ったら。あのプランナー変えてもらおうよ。全然打ち合わせが進まない。式場に相談しようか。あれ、はい、どうなったですか。コーチさんですか。担当の久美です。え、なんで番号。申し込みフォームに記載されてたんで。何のご用ですか。暇だったらちょっとお話ししません。いいえ、素敵な電話はやめてください。いいじゃないですか。もうかけてこないでください。何なんだよあの人。もしもし、担当の女性変えてください。ドキュンじゃないやつがいいです。次の打ち合わせ、今日からは別の担当さんだから大丈夫だよ。時間無駄にした分いろいろ進めたいね。失礼します。甘いかい。クレーム入れたんですけど。はい、聞きました。新人のもので不慣れですみません。最後まで頑張ります。よろしくお願いします。なんで担当続けたがるんだろう。イサメさん、ソラさんたちからクレームが来てたぞ。しつこく電話をかけたとか、ドレスにケチをつけたと聞いている。きっと一生に一度の式でナーバスになってるんですよ。予算も相当かけるみたいですし、細かいことでも気になっちゃうんでしょうね。私が誠心誠意対応して信頼をつかんでみせます。君からそんな言葉が聞けるなんて、やっとやる気になったんだな。わかった、心から謝罪すれば向こうもわかってくださるだろう。はい、あの上司ちょろいぜ。こんな楽しいことやめるもんですか。結婚したことを心から後悔させてやるわ。あ、会社からだ。大丈夫。あと30分で戻らなきゃ。あの人と揉めてても仕方ないね。やることやっちゃおう。浩二が帰った後も久美に邪魔されながら打ち合わせ。料理多すぎません。どうせ全員飲んでばっかで食べませんよ。いいです、それあんたが言う。なんですかこれ、手作り。やだ、会場で浮きますよ。
るんですか？髪色と合ってないし年齢的にもちょっとね。さっきのより頭悪く見えちゃいますよ。いい加減にして！ドレスは自分で選びます！あなたは口出ししないで！出て行って！はーい。やけにおとなしく引き下がった。まあいいや、今のうちに選んじゃおう。なんやかんやありつつついに結婚式当日だが、ドレスが一着もない？どういうことですか？私たちにもさっぱり。ひさめさんを呼んでください。なんですか？どうしてドレスがないんですか？あのドレス着たかったんですか？はい。自分で選ぶって言うから自前のドレス持ち込むのかと思って用意してませんよ。口出ししないでって言われたし。あれはそういう意味じゃないでしょ。ドレスがないなら中止にします。何言ってんの。ドレス探してきてよ。はいはい、見つかるかわかんないけど。ソラ大変だ。どうしたの。ソラが呼んだ人たちのネームカードだけ宅にないらしいんだ。会場外。私たちの席はあったけど男性社員の席にはないの。友人席も俺らだけねえよ。ソラ確かに全員分用意したのに、ひさめさんに預けて。あいつまさか。これで周りからの信用も失えちゃえむ。ねえソラ、まだそんな格好で大丈夫なの。そうだよ、こんなとこにいる場合じゃないだろ。式場がなんとか一着だけ用意してくれたが、可愛いけど工事の衣装と合わないね。そのドレスも似合ってるよ。不本意だとは思うけど。新郎新婦入場です。せっかくみんな来てくれたのに。ソラ綺麗。二人ともおめでとう。でもなんか浮かない顔ね。緊張してるのか。いい気味だわ。あんたなんか幸せにはなれないのよ。イサメくん、ちょっと裏へ。はい、なんでしょう。人に謝罪対応させやがって。なんでドレスがなかったのか聞かせてもらいましょうか。ぎくるみ先輩、支店に行ってたんじゃ。ドレスがないのはあの神父のせいですよ。自分で用意しなかったんですもん。プランナーの自覚ないの、あなたって人は。うるさいな。それと席札が足りないことになぜ準備の時気づかなかった。卓に並べたのは君だよな。会場前はあったんですけどね。そうか、じゃあその時抜いたわけだな。お前のロッカーからこれが出てきた。はあ、勝手に漁ったわけ。バカね、ドレスを3着もパンパンに詰めるから開いちゃってたのよ。なくなってた席札も入ってた。これで言い逃れできないぞ。なんでこんなバカなことを。違うだろう。やっぱりね。もうお色直し。私たちの邪魔ばっかりして。一体何が目的なの。最初の打ち合わせからずっとそう。私あなたに何かしましたか。何を偉そうに。あんたなんか、あんたなんかにこんな新郎と式とドレス譲り合いなのよ。おい、何を言うんだ。バカじゃない。何が盛大な式にしたいですよ。廃止で高収入男ゲットしたからっていい気になるんじゃないわよ。あんた自身に価値なんてない。ソラは僕の上司ですよ。はぁ、上司。王子よりずっと稼いでます。稼いでもらってます。ハイスペ女です。こんな意味わかんない理由で式を台無しにされるなんて。嫉妬で邪魔しないで真面目に仕事しなさいよね。なんですって。あんたみたいな女の式の手伝いなんて誰がするもんですか。そうか、じゃあお前はクビだ。はぁ、クビ。なんでよ。当たり前だろ。その日付でクビになった。彼女は後に式とドレスを台無しにした損害賠償を請求されることになる。だからあの時担当を変えてって言いましたよね。本当に申し訳ございません。まさかここまでアホだったとは。お色直しで出てきたけどドレスこれしかないのに、どうしよう。ソラ様、コーチ様、こちら急いで取り寄せました。お着替えください。え、それは。お選びいただいたのとは別のドレスですが、新郎様の衣装とも合うと思います。でもこんな豪華なドレス。こちら私たちからお詫びの気持ちです。お代はいただきません。ありがとうございます。会場からこの人担当が良かったよ。良かったよ。今日まで別の式を担当してたので動けなくてごめんなさい。お二人のお式は私がバッチリサポートいたします。頼もしすぎるぜ。新しいプランナーさんのおかげで私たちの式は大盛り上がり。そうだー。